ね、初めてそのグラビアというのをやらせてもらったので、うんまあ、分からないことだらけだったんですけど、うんまあ、実際やってみてスタッフの方とか明るく楽しく撮影できました、うん、私が気に入ってるのはちょうど海で夕日が沈む、うん、ギリギリな時に、うんその撮った、うん、もう10分遅かったら夕日沈んでるぐらい、うんうん、もうギリギリな感じで撮れたシーンが、うん、奇跡的なシーンがあるので、はい、そこをちょっと見ていただけたらなと。そこが見どころという感じで、はい、私の中ではもう最初で最後の DVD だと思っているのでぜひたくさんの方に見ていただきたいなって。そっちです。あ、じゃあ2作はもう考えてない。考えてない。これがもうすでに集大成と。そうです。なるほどなるほど、ね、やっぱりパパも恥ずかしくて見れない、うん、見てないですか。まだお父さん見られてない。見てないです。見てないです。まだ上げてもないですね。お父さんこれ決まった時に何か言ってましたか。私まずこの何決まった時にやるかすごい悩んだんですよ、はい、でパパにも相談して、はいまあ、去年の目標でもある、うん、その何事でも挑戦するっていうので、うんまあ、やっぱりいただいたチャンスだし、うん、やってみようって思って挑戦してみました。お父さんは心よく、うん、やっぱ何でもできることやってみたらってアドバイスもらったので、はい、そのアドバイスを受けて頑張ってみました。お父さんお渡しされたんですか。まだです。まだ渡してない。はい、早く渡して感想が感想そうですね。そう聞いときます。渡しづらホットドリンクですか。やっぱホットドリンクですかね。いや結構シンプルに言いますね。お頑張ったねって、うん、でも撮影終わった時は頑張ったねって言ってくれました、うん、私のありのままの詰まった DVD になってると思うのでぜひいろんな表情とかあるので見ていただけたらいいなと思います。